東条界最強といわれる堂島組が独占を狙う巨大な利権、神室町再開発計画。その鍵を握る空の一坪の所有者、牧村誠は橘の生き別れの妹だった。極道たちは特殊な生い立ちを持つ兄と妹に情け容赦なく牙を剥く。殺された兄の復讐を誓った誠もまた堂島組の凶弾に倒れ、暴力の闇に飲まれていた。しかし、神室町が今まさに堂島の支配下に置かれようというこの日、極道の掟から外れた二人の男がそれぞれの思いを胸に伝説の幕を開けようとしていた。Alright guys, this is it, the finale. It seems like Kiru and Goro have the same goal, and then the Dojima family is out for blood. This is gonna be so amazing, guys. I'm so pumped and so hyped and so ready for this. You could feel the excitement in me right now. Quick shout out to Pox, thank you for your comment. Motivated me to continue with this series and just play it through, and I definitely am not regretting it at all. The tension and everything built up, the pacing, everything was just right. Story is solid. So I just want to say thank you so much. Without any further ado, let's hop on in and finish this. Let's go, guys. Finale. Let's go.までかかっとるんや。終わったんか？手術はどないやった？失礼ですが、あなたは？あの子をここに連れてきたもんや。大丈夫。手術は成功です。Oh, thank goodness. ただまだ意識が戻ってません。もしかしたらこのまま目を覚まさないかもしれません。な、何やと？という状況よ、セラさん。うん、セラ。真島、牧村誠の場所を移す。ここは危険だ。堂島組に彼女が生きていることが知れれば間違いなくとどめを刺しに来る。守りきれん。せやったらどこへ？少なくともここよりは安全な場所だ。先生にも付き添ってもらう。うん、お前も一緒に来るか？俺があの子のそばでできることはもう何もないやろ、セラ。誠を頼む、うん、俺にはあの子の代わりにやらなあかんことがある、うん、これ以上あの子を黒の世界に踏み込ませたらあかんのや。堂島組がおる限りあの子は意識が戻ったとしてもまた狙われる。せやから俺が全部しまいにしたる。いや、yeah. お前まさか堂島と差し違えるとでも言うのか？先生もあの子を頼むで。なんとか手尽くしてあいつの目を覚ましたってくれや。 Let's go, 真島。 Oh, he's the man. He's gonna go take them all out. Let's go, guys!
Yeah. No time to waste. The same night, Nojima Bambe. 今まで散々殻の一粒に足引っ張られたが、ようやく本格的に役人が動き出すことになった。渋沢、てめえの手柄だ。そんじゃこれからは渋沢を頭って呼ばなきゃいけねえわけですか。その前にまだやることがあるでしょう。何の話だ。風間組の始末です。立花不動産、日京連、奴らの陰で糸引いてたのは風間の頭ですから、堂島を裏切ったけじめはきっちりつけねえと示しがつきません。無所にいる風間の頭を消すってことかい。そんな中途半端なやり方じゃてっぺんなんか取れねえよ。うん、脅し以外はズブの素人だな。Just come amateur。 てめえなんだその口の利き方が。風間組の息のかかったもんは全員だ。連中を登場会からきれいさっぱり消さねえ限り、桐生みたいな跳ねっかりがまた出てくる。ほら、徹底的にやらせてもらいますよ親父。今度の若頭は血の気が多いぜ。Oh man, they are in it through and through。 ここにいたのか、キリュウ、錦、牧村誠、まだ見つからねえ。アジア外の連中にも手貸してもらってるが、今んとこ手がかりもなしだ。そうか。なあ、キリュウ、お前真島五郎って男知ってるか。名前だけは聞いたことがある。そいつがどうかしたのか。そいつも彼女を探してる。風間組の事務所に押し入って柏木さんを一人で叩きのめしたらしい。あの柏木さんを。真島はその後俺んとこにも来た。やられたのかお前。はっきり言って歯が立たなかったよ。そんな奴が誠を探してるのか。ただその真島は堂島組とは別で動いてる。あいつは誠を守ろうとしてるようだった。敵じゃないのかもしれねえ。だからといって仲間とは限らねえ。とにかく誠を見つけねえことには何も分からねえままだ。死んだ立場のためにも彼女だけは何としても守りて。そうだな。 What's this? Oh, pager. It's not a number I know. Okay. 知らねえ番号だ。誰からだ。 He'll be calling me now.I'll check my chance. Alright, let's find a payphone. Phone. Somebody read my pager. Alright, let's call back. Who there? Who there?そっちは。日京連の世良だ。世良さん、あなただったんですか。立花社長のことは聞いた。堂島組にやられたってな。俺は今
アジア街の陳さんの店に来ている。お前とサシで話がしたい。すぐに来られるか。何の話です。会ってから話す。気をつけてこい。道島組は今もお前を探してるぞ。桐生さん、あんたの客はあっちだ。立花さんは残念だった。最後に一目でも妹と会わせてやりたかったな。あんたが必死に助けようとしたことは分かっている、うん、アジア街に住む中国人を代表して礼を言う。ありがとう。よしてくれ。俺は何もできなかった。礼を言われる資格なんかねえ。ゆっくりはしてられません。話ってのは。お前はもうゆっくりしていい。それを伝えに来た。え？牧村誠が堂島組に撃たれた。な、一応峠は越えたがまだ危険な状態が続いてる。意識不明のままだ。何があったんです？それじゃ、彼女は目が見えるようになっていた。少し光を感じる程度だがな。それより幸い堂島組はもう彼女を殺せたものと思っている。早速カムロ町再開発計画の本格着手に動き出した。しばらく彼女に危険はないだろう。でも真島って男は彼女が生きていると知っているんですよね。信用できるんですか？おそらくな。あいつはもともと島野の命令で牧村誠を殺すように動いていた男だが、今は心底彼女を守ろうとしている。ただこの先どう動くかはっきりは分からん。それより堂島組だ。若頭補佐の渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。これから実質的に堂島組を動かすのは渋沢になる。やつはこれまで表に出るタイプじゃなかったが、筋を通し耐え忍びながら力を蓄えていた。だが渋沢組は若い組織。久世剣能会や阿波野の太平一家の上に立つには強い力を示す必要がある。となれば真っ先にやるのは旧風間派の徹底的な排除。特にお前は目の敵にされるぞ。それに殺しの濡れ衣も晴れてない以上、薩摩お前を追ってる。お前はカムロ町を出てしばらく身を隠せ。時間さえ稼げればまだ希望はある。希望？牧村誠の意識が戻れば空の一壺は日教連が取る。え？そしてそれが風間さんの真の狙いだ。なんだと？あの人は今堂島組の拡大を止められる唯一の対抗勢力として俺の日教連に白羽の矢を立てた。橘も空の一壺を日教連に渡そうと動いていた。全てはこの俺を堂島総兵に代わる東条会の跡目に据えるためだ。それじゃ、おやっさんはあなたに東条会を託したってことですか？そういうことになるな。知りませんでした。あなたとおやっさんにはそこまでのつながりが。俺もお前ほどじゃないが、風間さんには世話になってきた。俺に極道のイロハを仕込んでくれたのはあの人だ。足を向けては寝られない。桐生、
お前のことも風間さんからくれぐれもと頼まれてる。殺しの濡れ衣の件もいずれ俺が必ず何とかする。だが今牧村誠が目を覚ますのを祈るしかないのが現実だ。それじゃもう俺にできることはないってことですか。お前はもう十分やった。お前がいなかったら牧村誠はカムロ町に来る前に消されてたろう。彼女が今なんとか生きてるのもお前のおかげだ。彼女は今どこに。病院からは移動させた。芝浦に停泊してる船にかくまってる。彼女が生きてることが堂島組に知れたらまずいんだよな。芝浦、お前にこのことを伝えたのは俺なりに筋を通したかったからだ。あとは俺たちに任せて、お前は町を出ろ。いいな。I don't think he's gonna leave it alone. Kiryu! Okay, here we are. Nishiki. Nanda, どうかしたのか。堂島組の連中が風間組の事務所に向かってる。風間組を襲う気らしいぞ。何？渋沢が堂島組の次期若頭に決まったらしい。奴は風間の親さんの勢力を根こそぎやる気だ。俺もお前も的になってるはずだぜ。号令かけてんのは渋沢ってことか。すぐ町の中堂島組で溢れる。俺ら町を出るしかねえぞ。おい、いたぞ。キリュウと錦絵まで。 Already Let's go。 錦絵、牧村誠は日教連の世良が保護してた。堂島組は彼女を殺して殻の一粒に肩がついたと思っているんだ。だが彼女が生きている限り殻の一粒は世良と風間のおやさんの切り札になる。堂島組を押さえつけることができるはずだ。この場をしのいで時間を稼げば状況は変わるかもしれねえ。つまりどうしろってんだ。お前は風間組に行け。柏木さんにも身を隠すように伝えるんだ。こいつらは俺が食い止める。桐生、早く行け。錦、分かったよ。お前らの相手はこの俺だ。 Alright, let's go。 風間の使いっ走りがでけえ口叩くんじゃねえ。お前らは全員皆殺しだ。恨むなら風間を恨め。Again? This should be interesting. あんた一人か。ああ。組の人間は引かせた。てめえとやり合うのに余計なチャチャ入れられたくねえんだな。まだ風間組には手出しちゃいねえよ。錦山も事務所の中だ。堂島組は風間組を、いや風間のおやっさんをどうする気だ。始末するに決まってんだろ。風間組もおめえも
今その指揮取ってんのは渋沢だがな、誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ。堂島組はもう東条会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからな。お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだ。そうかな。だが俺は雑魚がいくらかかってきたとこで、うん、今のあんたほど手強いとは思わねえ。ああ、あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど厄介な相手はいねえ。よく分かってんじゃねえか。俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだ。それさえあれ、男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前、どっちの意地が上に行くか見ものだな。決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。Let's go。 いいね、上出来だよ。いつでもいいぜ。殺す気でかかってこいや。Good. Should have just completely annihilate him. Nante yaru da temi wa doko made mo tsuyoku nari yagaru. Kuze no aniki.なんとなく俺にはわかる。風間の頭はお前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。うん。その封印を解いちまったんだよ、堂島組は。だがお前の他にもう一人日教連に激励、そこに奴が渋沢がいる。渋沢が日教連に。牧村誠は生きてるんだろ。 Wow, how did he know? 渋沢は殺し屋に女を落とせる時わざと死なねえようにしたらしい。ああ。まだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがな。バーゲニッチ。あいつは日教連に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるためにな。なんだと。ああ。女もセラも
おめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれる。本物の極道に。キリュウ！錦。今、アジア外から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。もしかして日教連は芝浦にいるのか？ああ、誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜ。キル、車回してくるからよ。分かってんだろうな、キリュ。てめえは極道の一番深いところに足突っ込もうとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや！ああ、ええ、全部覚悟の上です、クゼの兄貴。キリュウ、この車に乗ったら最後だ。またこの町に戻ってこられる保証はねえぞ。あれば今のうちに済ませとけ。I think I'm gonna take this opportunity to pick up some stuff. Alright guys, I took a little break, got myself some tea, good to go. Should be able to enjoy this with you guys. If you guys have tea or coffee with you, come enjoy this finale with me. Alright, let's go! もういいのか、キリュウ。この町でやり残したことはねえんだな。I'm ready. Let's end it. ああ、大丈夫だ。芝浦までやってくれ、錦。日教連は船をアジトにしてる。わかった。忘れしまったのか、俺らのことは。あんまり偉そうに街歩いてっと、またボコボコにしまぞ。Oh! These guys think they're tough now. If you guys missed it, it's from the last episode. 俺らに会ったら、ちゃんと頭下げてけよ。I think they're all tough.とりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。Oh, let's get it. Let's do it. だよ。ブルっちまって声も出ねえか。え？てめえ。ごめんなさい。すいません。Take him out. Nice. No mercy. Let's go. チンピラ相手に何やってんだ、マジマちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。Oh, this guy. 女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺には。これから行かなあかんとこがある。どこ行くんだ。堂島組。堂島組？おい、どういうことだ。Take him out。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。殻の一坪はもう誰のもんでもない。闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ。真島、はっきりしろ。女は死んだのか。
手離せや。イエーイ。もう誰の命令も聞かん。That's right, マジマ。お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら、島野の親父野郎が殺すで。俺は。Let's go。まさか道島組に行くって。道島をやる気か。たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。So that guy's kind of like a father figure. Let's go. Makoto から電話預かってきた。Special delivery. 絶対な殺し屋じゃ。Ah, it's only gonna do the fight. Gotta see it from Kiru's side. Oyaji, Sera の野郎はまだ船に戻ってません。どうします？構わねえ。始めろ。はい。なんだあれ。Let's go。奴ら道島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか。やっと来たか。渋沢、渋沢！お前らの相手はこっちだ、キリュウ。てめえら。日教連だ！も始めようぜ、キリュウ。Oh, we gotta get up there. Let's go. なんだ？な、こいつら。Who is it?柏木さん、ナイス。風間組か。キリュウ、
錦山、お前らは船だ、渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。ナイス、パーフェクト。桐生、レッツゴShot. Am I gonna just go up there now or what? Yeah. All right. からも来やった柏木さんは何やってんだ。キリュウ、俺がここで連中を食い止める。お前一人で先に行け。錦、心配すんな、俺は大丈夫だ。お前は誠を守ってやってくれ。急がねえと渋沢に殺されちまうぞ。だがいいから行け。あいつを止めねえと風間の親父さんにも死んだ橘にも顔向けできねえだろう。渋沢をぶちのめすのはやっぱりおめえの役目だよ。いやあいつを止めろ。わかった。俺が銃を撃ち始めたら先に走れ。いいか、俺が追いつくまでに渋沢と片付けとけよ。よし、行け。Waste no time at all. Coming for you, buddy.Got the two already. Oh man. That was, quite satisfactory. Shibusa. Oh, man. Probably gonna shoot the girl.
Ah, nice. Good transition over. やべえぞ、いかれちまってる。いい加減にしとけよ、このガキ。お前ら下っ端の首は風に入らんねえ。さっさとどかんかい、ボケが。Chance, buddy. Great soundtrack, by the way. Oh, that was another awesome, awesome fight.8人殺しの冴島大河の兄弟分お前ら二人揃って随分と時代がかかってんな。やっと見覚えのある顔や。He kinda looked like Elvis。 頭大座の阿波野ってもんだ。顔ぐらいは知ってたろ。ああ、お前ほどの男が今は堂島組長の玉よけか。お前の目的は女の復讐か。はそのためだけにたった一人で堂島組をここまで攻め込んでくるとはな。賢く生きるつもりはさらさらねえらしい。極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしいわ。今は世の中金が支配する時代だ。その時代が求める極道の姿ってのがあんだ。生き方の良し悪しじゃねえ。おめえが時代に合ってねえってだけのことだ。本気で備え思うとるんやったら俺に言い訳する前にさっさとかかってきたらどないや。自分のくだらん生き方を見分け面でごまかさんで済むで。ナイス。そうかもしれねえな。おめえみてえな熱のある男にはついごまかそうって頭が働いちゃう。ゴルフに女に高い酒全部くだらねえたわごとだ。そいつはあさってるうちに
俺の背中に背負ったせいよ。Man, homeboy looks tougher than the suit. もともと俺は人を殴るのが好きでな。相手がムカついたから殴るんじゃねえ。殴るのが好きだから殴った。根っからの国道のくせに、いつからか、てめえの血流すのが億劫になってな。金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまった。もっとも楽に生きるのが楽しいとは限らねえがな。レッツゴー。せやったら最後にお楽しみができてよかったやねえか。お前らは空の一つぼっちゅうザレ事のために無礼になって誠を引き裂いた。もう二度とあの子お前らのザレ事には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。安心せえ、堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ。ナイス、レッツゴー。Beautiful music. Wrong button. Oh no. Alright. Time for some sushi. Alright. されてなかったらその拳でてっぺん取れたかもしれん。あんたにはそれだけのもんがあったはずや。Respect.
俺かてそない馬鹿正直に生きてきたわけやない。せやけどな、俺の周りには馬鹿に生きて馬鹿に死んでった男たちがおった。そいつらのくだらん生き方がバッチックレイジー、男の最高の生き様やと気がついた。ラッキーなんだな。Wano took the shot. Nani yatten da teme ya? Odoko futari hara watteru togi ni yo. Bugaisha yogena mani shite ikane zo ora.That was such an honorable death. Shimano が始末したはずの男がこうまで俺に盾ついてくるとはな。マジバ。おかげで阿波野も使い物にならなくなっちまった。島のも消さなきゃならねえ。面倒ばかりだ。堂島、宗平。そこにいる男は体力で一番金がかかる殺し屋だ。そいつに仕事を受けさせるルートと金がある限り俺は誰だろうが好きにやれる。力ってのはこういうもんだ。お前らだけはもう何があっても死んでもらわな収まらんのや。せやないとあの子は黒い闇から逃れられん。ラオグエイ、油断するなよ。地獄の底まで引きずり込んだるわ、どうじめ。 Man, gotta go up against that Wolverine there. That's some ugly Wolverine. Take no chance. I take no chance, man. This is gonna blow it, isn't it? I knew it.Jesus, where did that knife come from? The gun to me. Wow.
まんぐでジャホ。That was a good one. That was a good one. Oh. No. What the hell? Slit him. Slit his throat.おとなしく待っとるや。こっちはもうすぐすな。Yeah. その次がお前や。マジな。What was that?Nice. キリュウ・カズマか。なるほど。カズマの頭が見込んだわけだな。もっと早くお前の存在に気づくべきだったよ。ただの若造がいつの間にか竜に化ける一歩手前だ。そんな話はいい。女を話せ。お前が彼女を殺す気ならとっくに殺してたはずだ。先生、その子を連れて離れてろ。もう用は済んだ。あ？Hmm. Is there something I'm missing?女を始末するのはお前を殺してからだ。それで風間の息の根が完全に止まることになる。セラの野郎は後でじっくり料理すりゃいい。今俺がやらなきゃいけねえのはお前だ。風間の極道を継ぐお前をこの手で始末する。俺が欲しいのはあの風間慎太郎を超えたっていう看板だ。何？人間ってやつは金や権力を手にしたところで最後には花が求められる。それが看板ってやつだ。お前はそんなくだらねえもんのために風間のおやっさんを狙うのか。そのくだらねえもんのために命張らなきゃいけない男もいるんだよ。俺の父親は昔ある代議士の秘書をやっててな、ゆくゆくは政治家になるんじゃねえかって周囲からも期待されていた。だが手柄は全部代議士に持っていかれ、挙句の果てにその代議士の汚職が原因で自殺に追い込まれた。それが能力だけでのし上がろうとした男の限界だった。世の中なんてそんなもんだ。頑張ったことが報われない社会で真っ当に生きるなんてバカバカしい。だから俺は力が全ての裏社会こそ自分を生かせる道だと思った。必死になって金も作った。親父が欲しがるものは何でもくれてやった。だが極道も政治の世界で同じだったぜ。
結局周りの極道が最後にひれ伏すのは金じゃ買えねえ極道の看板だった。風間のおやっさんは看板だけの男じゃねえ。クソみてえな親の下で堂島組を東条会最大の組織にまで育てた。あんたの父親を死なせた代議士とは違う。そんなことは分かってる。風間は別格の極道だ。俺には別格と呼ばれるほど看板はねえさ。だがてっぺん取るためにそれが必要ってんならてめえで作るだけのことだ。おめえはそうやって何でもかんでも計算づくか。男の看板ってのは自分で設計図引いて作るようなもんじゃねえ。後から勝手についてくるもんだ。何とでも言え、これは俺なりの努力ってやつさ。その努力が女を打つことか、橘や小田を殺すことか。てめえの看板が欲しいなら他人の血で書くんじゃねえ。お前も風間の看板に憧れて極道の世界に入ったんだろ。だが風間も昔は登場会のヒットマンとして何人もやってきた。それこそ伝説になっちまうほどの人数をだ。お前が思ってるほど真っ当な男じゃねえ。空の一坪にしても最初は堂島組のお家騒動だった。そいつに何人もの仇を巻き込んで死なせたのは結局んとこ堂島の親父に弓引いた風間じゃねえか。何が言いて。あの風間の頭ならいずれ女や立花が危険にさらされることも想定できたはずだ。つまりあの人だっててめえの描いた絵を完成させるために立花たちの犠牲を割り切って使ったんだよ。他人の血をてめえの道具に使うのは極道の策だ。だから俺もお前の血を看板に使わせてもらう。クイーンドラゴン竜背負ってんのはお前だけじゃねえんだよ。お前を殺し風間を越えて俺ら堂島の竜になる。俺はそんな肩書きはいらねえ。だが竜は一匹でいい。ああお前の言う通りだ。付き合ってやるぜそのくだらねえ戦いに。Combo.
amazing combos. Dragon of Dojima. Ore mo hitotsu dake kuse kara moranda koto ga aru. Kokudo wa hari tsuzukeru kagiri make ja ne ってことだ。お前も Kazama もそして女も必ず殺してやる。立花のようにな。線越えちまったら戻って来られなくなる。こいつ殺したとこで何にもならねえだろうが。お前勝手に先は死んじゃねえよ。兄弟踏みとどまれ。いつか最後の一線を越えなきゃならねえ時が来たら
そん時は俺も一緒に超えてやる。だから錦、うん、It's definitely honor and just letting people live. そいつらを殺すのか、マジマ。当たり前や。こいつらがおる限りあの子はいつまでも狙われるんや。全部姉妹にするにはここで殺すしかないやるんや。殺すんや。俺がこいつらを誠の代わりに。彼女がそれを知ったら苦しむだろうな。何？感謝するかもしれん、謝るかもしれん。だがいずれ彼女は必ず苦しむ。冴島大河が18人殺した罪を背負った時のお前と同じ苦しみを味わうことになる。彼女は自分の手がきれいなままなのはお前が代わりに手を汚したおかげだと、そう気づく。うん。自分のために人殺しになった者へ償う方法はこの世にない。お前はあの娘に償いきれない歌詞を作る気か。 Wow. Powerful words. こんなクソボケが。やったら俺はどないしたらいいんや。こいつら殺してもあの子を救うことにならん言うんやったらどないしてっちゅんじゃ。もう終わったんだ、真島。牧村誠は意識を取り戻した。今風間組の柏木たちが病院に移送してる。誠が意識を。何言ってる。女が生きているのか、バカな。それじゃあ空の一粒はあの土地はどうなった。堂島さん、空の一粒はもう彼女の手を離れました。うちが新しい土地の所有者です。1000億も出してもらえりゃあなたに売っても構いませんがね。何？堂島組の時代は終わったってことです。神室町再開発の莫大な利権は空の一粒を持つ人間にしか動かせん。これで堂島組一強だった東条会の勢力図は大きく書き換わる。くだらん話はええ。あんたは俺にこいつらを殺すな言うんか。その殺し屋は堂島の命令で何人も殺してきた。堂島の急所を握る生き証人だ。警察にもその情報は流しておいた。そしたら殺に突き出すだけで済ませろっちゅうんか。俺はそこまで甘くはない。その殺し屋の身柄は日京連で隠し持つ。東条会最強と言われる堂島組をこの俺が裏から操る切り札としてな。わあ。それにその殺し屋はここで楽に殺すより死ぬまで例の穴蔵にでも閉じ込める方がいいだろう。
よくこらえたな、真島。牧村誠にとって堂島組はもう脅威じゃない。お前が彼女を救った。よう言うわ、あんたも。俺を栄養に利用したっちゅうわけか。島野の親父と同じよ。ここに来たらたまたまお前が一人で堂島組を潰してたってことだ。俺にそんなこと想像できるわけがない。真島、まだ片付いてないことがある。お前の親父島野に一つ伝言を頼めるか。お前が奴に東条会を裏切ったけじめをつけさせろ。何やと。佐川、島野の兄弟に会いに来たのか。親父おるんやろ。話があるんや。兄弟は今近江連合の本部長と話してる。近江の本部長。うん、近江連合の東京進出の段取りを打ち合わせにな。残念やったな。殻の一粒は日教連の手に渡ったで。もうあんたらの付け入る隙はなくなったっちゅうことや。そっか。じゃあお前が島野を殺せば全部終わるってことか。なあ、楽しかったよな。なんだかんだ言って俺ら。それが目の見えねえ小娘に振り回されてこんなとこまで来ちまった。面白いな、巡り合わせってのは。しょうやつ。真島。親父、日教連の世良から伝言を預かってきました。ほう。東条会内部に関西と通じてる裏切り者がおるそうです。殻の一粒を近江連合に売ろうとしたその人間を島の組で突き止めてほしいと。そんな話ようのこのこ言いに来たな。真島、セラは親父に身の潔白を証明してほしいと言うてます。おもろいやないか。せやけど俺は何があっても親父の子ですわ。うん、せやったらお前わしの身代わりになって死ぬこともできるな。ええ、ただ一つだけお願いがあります。西島の兄弟に俺が謝っていたと伝えてください。うん。
これがわしの答えや。セラに言うとけ。空の一壺も近江の本部長もわしには何の関わりもない。お、親父。はお前に一つ教えといたる。ただのし上がりたいだけやったら目先のことだけ考えとったらええ。せやけどてっぺん取る気なんやったら勝ち方を考えなあかん。三日天下やないほんまの天下の取り方をな。風間と日教連の時代は長くは続かん。10年後は島の組が天下取ってるはずや。真島五郎中最強の武器が手に入ったんやからの。可愛い子には旅をさせろっちゅうのはよう言うたもんやなあ、真島。It was a great segue to Majima's story. 災難だったな、道島。阿波の頭に久世と渋沢も殺にパクられた。風間が無所から戻ったところで今の道島組は神室町の再開発どころじゃねえってことか。会長代行にはご心配をおかけしております。気にすることはねえ。それより俺からもこの場にいる全員に一つ伝えておくことがある。承知の通り、先代が亡くなって以来東条会は俺が二代目代行としてこの椅子に座った。同時に長らく本家若頭の座は空白だったが、この堂島からも強く押されてな、空席を埋めることにした。日教連の世良総裁を東条会本家若頭に指名する。後見人は堂島だ。他直系組長からも多くの指示があった。セラには本家若頭として引き続き堂島が手放した神室町再開発計画の面倒を見てもらう。そろそろ俺の出る幕もしまいだな。I think now I know why his face is so familiar, obviously, from the end of that part. よく来たな。すまなかった。苦労をかけたな。今日は。おやすさんに報告したいことがあって来ました。多分おやすさんは俺の言うことに反対します。それでも俺は、そうか。
おやっさんには俺がこれから言うことわかるんですね。ああ。だが、できるのか、カズマ。覚悟はできてます。Familiar suit or shirt, rather. Oh, Kiryu, what do you mean? Just a little, Nishikiyama-kun. Don't make a big noise. You, Dōjima Gumi, you returned. Really? What? Today, Kazama-no-oya-san's meeting. You went to it, right? You talked about the return, right?さっき風間のおやっさんにはこのまま仇に戻れって言われた。おやっさんは俺が極道には向いてねってよ。あの人が俺を橘に預けたのは極道から足を洗わせるためでもあったんだ。それでもお前は組に戻るってのか。でもよ、ならせめて戻る先は風間組にすりゃいいじゃねえか。あんだけやらかした堂島組に復帰したら苦労すんのは目に見えてんじゃねえか。もう一回考え直せよ。いや、それが俺がするべき最初のけじめだって思ったんだ。え？俺はあの一件でたくさんの人間のけじめってのを見せつけられた。正直すげえって思った。極道だけじゃねえ、仇だって。マジで俺なんかまだまだだなって思い知らされた。そっか。でも俺もお前もまだ何が足んねえんだろうな。分かんねえ、分かんねえけど逃げちゃダメってことかな。逃げずに頑張って、そして残った道がそいつのやるべきことっていうか、奴らみなそうしてたんじゃないかな。で、そいつを見つめるための堂島組復帰ってことか。ああ、今の俺にできるけじめのつけ方はそれしか浮かばねえ。でもなんとか踏ん張って、うん、俺は俺の極道行くさ。風間のおやっさんとは違う、俺だけの極道ってのをな。あれ、お前いつもの一丁らは。ああ、この前これ見かけてさ気に入ったんだ。 Spoke to me. おいおい、真っ白の方が良かったって。バリッとしててさ、それにそんなスーツ今時どうなんだよ。しかもお前らしくないんじゃねえか。らしくねえか。でもらしさってのは
自分で決めるもんだろう、うん、あのなあ、けじめ取るために復帰する組を選ぶのはまだわかるけど、スーツくらい人の意見聞いたってバチは当たらねえぞいや、俺はこれがいい。いやいや、じゃあさ、まだ黒でビシッと決めた方が。白も黒も気分じゃねえ。今の俺はこれがいいんだ。俺が決めた。これで始めたいんだ。わかったよ。知るか。じゃあ一生来てろ。ありがとうよ。一生ウェル。なんだよ。あれやってヤクザ6。勝手に大人ぶりやがってよ。錦、俺はお前にとんでもねえ借りをいっぱい作っちまった。なんだよ急に。一生かかってでもこの恩は返すぜ。何言ってんだお前。そうか、じゃあ飯でも食いに行こうぜ。お前のおごりで。おう。カムロ町で一番いい肉食わせるとこで。でもよ。どうした？今日はあんまり持ち合わせが。てめえ。てめえ。ほら行くぞ。いいな。ああ。なんだそのヘンテコなジャケットは。グランドで働いてた頃の控えめさはどこ行ったんだ。ほっとけや。俺は決めたんや。ナイス。何が正しくて何が悪いか分からんこの街で、誰よりも楽しく誰よりも狂った生き方したるってな。はあ、お前はもっと地味な男だと思っていたが、まあそれも悪くねえ。New life, new style. まあお前とは妙な体験しちまったが、これからは同業として陰ながら応援すんぜ。関西で暴れたいときは連絡よこせ。そんなもんいらん。できることならもうあんたとは死ぬまで会わんでいたいもんや。確かにな。まあお互い敵も多い身だ。せいぜい死なないように頑張ろうぜ。あんたは死んでも死なんやろ。そうだな。ほな、またな。大きにやで、佐賀。は？何言ってんだお前。あんたは何があっても諦めへん。執着心の塊のような男や。あんたには諦めんことの重要さを教わったわ。俺も執着するで、真島五郎っちゅう男の生き方に。好きにしろ。
Ah, that was beautiful. あの世で待ってるぜ、マジマちゃん。はあ、ずいぶん早いお迎えだね。さ、俺も行くか。な。もう構わないで。話くらい聞いてくれたっていいじゃん。ねえ。君らもお金好きでしょ？女の子だから得できるいい仕事、いっぱい紹介するよ。しつこいです。いい加減にして。そう、カリカリしなさんなって。そうそう。お茶でも飲みながらさ。さあさあ。やめて。あんた、ちょっとやりすぎじゃねえか？これは障害っつんだぜ。落とし前つけてもらわねえとな。話なら聞く。その代わり私一人で。面白え。よし、お前は行け。うん。待ってて、すぐに助け呼んでくるから。あんた根性あるじゃねえか。気に入っちまったぜ。話はホテルで手取り足取りじっくり聞いてもらいてえな。この甘、下手に出てりゃ息になりやがって。あ、兄貴。どうです、こいついい女でしょう。楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよ。そうだ、兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん、遊びはここまでだ。この人誰だと思ってんだ。あ、天下の魔人。え、君はここに。先生、でも。あ、先生。あ、あんた、誠さんに何する気だ。あ、違うんです。今すぐ彼女から離れろ。違うの、この人は助けてくれて。いや、彼女は私の患者だ。何や先生って、医者かいな。惚れとんのか。何？どうなんや。何よ、急に。そのげんこつがそう言うとる。でも男が一旦げんこつこしらえたら、そのけじめは取るもんや。どうなんや先生。お前、彼女に指一本でも触れたら。喧嘩なら相手が悪いで。あんた人殴ったらあかん。それにけじめのつけ方は喧嘩だけやない。
けじめつけてくれや。俺のためにも。ん？あんたの？ええからさっさと答えんかい。彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかった。だから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要で。でどないやねん、惚れとんのか惚れとらんのか。愛している。医者としてではなく一人の男として。俺は嘘が大嫌いやで。嘘じゃない。彼女に話したことさえないが。なら早言うてやらんかい。ねえ、そばでちゃんと見とけや。しっかりせ。マジマー、オーメン。大丈夫でしたか？何かされたんじゃ？何も、全然平気です。そうか、よかった。あの人、悲しそうな目をしてたな。でも先生、あの人と何を話してたんですか？いや、あの、そうだ。今から少し話する時間ないかな。え、はい。Wow, what a man. Looks good.Solid, solid, guys. Oh my goodness. Thank you. Thank you so much, guys, for joining me on this series. From the bottom of my heart, thank you. And again, I just want to thank Pox for sending in that message and motivating me to just, again, keep on going with the series. And, you know, to be honest, I wasn't going to follow through. You know, I was just going to put on my...backlog and just work on it whenever I have time, I feel like it. But I'm just so glad I took out the time and finished the series. It is amazing. Beautiful being able to see the story of Goro Majima and Giru, being able to see like the backstory and to see the grow as a character, honor and responsibility. Oh, it's just such a solid, solid series. Once again, thank you, y'all, for...being on this journey with me. And please drop a comment, let me know that you watched the whole series, start a discussion, you know, down below. I answer to every single message. On that note, stay safe, stay creative, and I will see you guys in the next series, whatever that may be. I'll leave you guys with the credits. Peace, y'all.
全部終わったよ。もうだからゆっくり休んでね、お兄ちゃん。私ね、たくさんの人に助けられた。リーさんやキリュウさん、セラさん、本当にたくさん。でも一人だけまだお礼を言えていない人がいるの。ずっと一緒にいたのに、その人の名前も知らない。顔だっておぼろげにしか見てない。本当ダメだよね、私って。お兄ちゃんがこんなこと言われても困っちゃうか。ごめん。私の、ありがとう、ありがとう。キリュウちゃん！